三島さんね、食太郎です。今日はですね、北の大駅から歩いてすぐのところにあるニブニブチーノさんというお店に来ました。こちらなんですけど、3年前ぐらいかなの動画で一回ね、あのデカ盛りバージョンで作っていただいて食べたことがあるんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すごいね、あのファンの方にもめちゃくちゃ好評で、こう行きましたって方にもすごい多かった、すごい人気のお店なんですけど、今回2回目の撮影ということで、久しぶりに前回食べためっちゃ美味しかったやつをいただいていこうと思います。ということで、めっちゃ楽しみです。このお店はお水とルイボスティーが置いてあってめっちゃいいです。ルイボスティー飲めるの最高。このお店は基本的にニボニボチーノとニボニボナーラとニボニボベーゼっていうのがあって、基本的に煮干しを使ってる、煮干しがベースなんですけど、そのかけるペペロンチーノとかカルボナーラとかジェノベーゼ、パスタ風な洋風な感じの、あの味になってるんです。で、私が今回食べるのがニボナーラっていう、ニボニボナーラっていうカルボナーラ風の煮干しラーメンをいただきます。前回もこれ食べたんですけど、マジでこれが好きすぎて今回もこれ食べます。はい、これあの煮干しからしと、はい、フレイドガーリックと、はい、青森ニンニク絞り、あ、ありがとうございます。サービスのトッピングなので、あ、ありがとうございます。ニボナーラの食ちゃんバージョンです。あ、すごい、すごい、え、豚すごい。どうぞ食べてください。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ってことでやってきました。こちらが今回食べるニボニボナーラのデカ盛りバージョンです。大体ね、2、3キロぐらいあります。でも肉がすごい、めっちゃ美味しそう。肉がすごい。ちょっといただいていこうと思います。いただきます。まずお肉、いや、なんか前回より肉すごない？うわ、ちょっと崩れちゃいそう。肉すごい、すごい肉が、うん、うん、めっちゃ美味しい。肉すごい、ほろほろ、うわー、美味しそう。いただきます。めっちゃ煮干しのいい香りする。煮干しの味がね、すごいガツンとくるんですけど、こう濃厚なクリームが混ざってて、カルボナーラと煮干しがめちゃくちゃいい感じにマッチしてます。マッチしてます。ありがとうございます。肉がすごいプルプルのお肉、塩気がちょうどいい。めっちゃ美味しい。あとこれ店長さんがサービスでくれた自家製の麺、手打ち麺、もちもちな、めっちゃ美味しい。肉がすごい、肉すごい。すいません、うん、差し入れで、ありがとうございます。
美味しい。ちょっとコーラを。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ウーロン茶とコーラをいただきます。ウーロン茶ね、どうぞ。トッピング3種類いただいたんですけど、まずはこのチボリ、ニンニクチボリいただきたいと思います。ニンニク、なんかすごいいい香りのニンニク、めっちゃ美味しい。なんかニンニクなんだけど臭みがねない。鼻からいい香り。いい香りのニンニクです。そして次これは煮干しからし。これはこれ。煮干しからし辛。久しぶりの。ならどうですか。めっちゃ美味しいです。お前食べに来てくれた時よりパルミジャーノレッジャーノをチーズに変えたりとか、確かに風味が太くなったりとか、味付け変えたりして、さらにちょっと美味しくなって、その時に来ていただいた。あ、よかった。コーラ。ありがとうございます。ライドガーリー。いいですね。もう無理だな。お二人とも来ていただいてありがとうございます。5月6月って誕生日って聞いてたんですけど、またすいません。食べてください。ありがとうございます。北海道から帰ってきたばっかで、あ、そうです。もういいよって感じかもなんですけど、いくら食べてなかったんで。本当ですか。いくら二人で食べてください。ありがとうございます。すごい。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しい。いくら丼もやってた。奥さんが今日すごい2人に会いたがってたんですけど、はい、お家で子供たちといるんで会えなかったんで、はい、奥さんからあのタロマロちゃんに嬉しいプレゼントって感じなんですけど、ありがとうございます。はい、うわ、これちゃんと小山くんとタロマロちゃんに渡してみたいな感じだったので、ありがとうございます。もらってください。ありがとうございます。ゆっくりあの、絶対好きです。してください。ありがとうございます。すごい、タロマラちゃんにもプレゼントいただきました。絶対好きだよこれ。プレゼントということでイクラ丼をいただきます。一緒、うん、うん、おいしい。めっちゃ新鮮、プチプチ、うん、味変になっていいですね。米をいただいたので、こちら食べていこうと思います。ピッ、できた。見せてもらおうかな。ご飯をどんぐらいだ。ありがとうございます。ちょっと多めにさせてもらいました。全部。すいません。ご飯を4ついただきました。ほい。4つ盛り。ちょっと多いかな。あ、でもちょうどいいかも。いただきます。うん、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 うん
えて最高でした。あのぜひ、ね、皆さんも旗の台にあるニボニボチームさん、皆さんぜひ行かれてみてください。店主さんもすごくいい人だし、お店もすごい綺麗だし、ラーメンも、ね、本当にすっごく美味しいのでおすすめです。ありがとうございました。バイバイ。Where I had sometimes played chess.